こんにちは、2回生の池谷陽平です。今回の企画は新コンダクター4名による対談企画第2弾はい、前回の内容に引き続きまして、今回もですね、新コンダクター4名による対談企画となっております。今回はですね、前回の内容を踏まえ、コンダクターとしてここまで活動してきて何を感じているのかについて熱く語ってもらっております。コンダクターって何なのとか、こいつは誰なのっていう方がいましたら、第1弾の動画をご視聴いただけるとより楽しんでいただけるかなと思います。概要欄にリンクの方を貼っておきますので、そちらの方からご視聴お願いいたします。またコンダクターについて何か質問等ございましたら、どしどしコメントをお願いいたします。それではどうぞ。はい、じゃあまずは自己紹介からいきたいと思います。法学部2回の岩木雄大です。お願いします。じゃあ次、洋平で。法学部2回、池谷洋平です。お願いします。じゃあ次、ヒロで。はい、経済学部2回、山中博之です。お願いします。じゃあ最後、ゆうとで。はい、経済学部2回、中田ゆうとです。お願いします。はい、じゃあまあコンダクターを実際に始めてみて何を感じてるのかっていうところで、まずはじゃあ今管楽サッカー部がどんな形で活動しているのかっていうところをヒロに教えてもらいたいなと思います。はい、まあ今、まあ、このご時世、コロナのこのご時世の中で、まあ、学校側からこういう形でやってくださいみたいな、活動するならこうやってくださいみたいなガイドラインが出てて、まあその中で人数制限だって20人以下とか人数制限であったり何メートル離れてやるとか、そういった制限の中で今サッカー部は活動を続けてます。うん、そうですね、もう厳しいガイドラインのもと制限の中で活動しているっていう中でどう、陽平、実際1週間ぐらいかな、今コンダクター始まったけど、いやー、そうやな、まあ楽しいっていう思いが、まあ結構強くあるかな。意外ともちろん分からんことだらけやし、初めてのことだらけやけど、まあ旗からやっぱ選手たちが頑張ってる姿見て、あ、俺も頑張らなあかんなと思うし、逆に新しいことを始めて、まあ、それがどんどんこう自分の中に落とし込まれていくっていうのはすごい楽しいかな。あとはその選手からの声が意外とやっぱ自分に届くなっていうふうに思って、まあ、この前の練習で、まあ、ある人に陽平がコンダクターやってくれてなんかすげえ嬉しいわみたいなこと言われたのがあって、それすごい嬉しかったな。だから結構嬉しいこともあった感じかな、ここ最近。うん、っていう感じ。いや、いいっすね。生の声ですね。うん。ありがたい。ありがたい。なんか、俺は1週間経ってみて、めっちゃ新鮮ってのがある、やっぱり。うん、なんか、グラウンドに行って、スパイクも履いて、うん、みんなと一緒にいるけど自分は練習しない。で、まあ練習中やったらその練習のまあ準備であったりとか片付けとかっていうのも含めて、まあ大人スタッフとコミュニケーション取ったりっていうのがやっぱめちゃくちゃ新鮮。グラウンドにいるっていうのは今までと変わらない中でやってることがなんか違いすぎて新鮮やけど、なんか別にそれに対して嫌とかいうのは今のとこないかな。うん、今のとこ。うん、俺逆に、うん、なんかこれをその言っていいんか分からんけど、うん、やっぱめっちゃサッカーしたくなったなと思って、どう考えても。まあその、まあ、第1弾でも言ったけど、まあ、前提としてプレイヤーを続けたいっていう思いはあるけど、コンダクターになったっていう思いを持ってて、まあ、これを果たして選手に伝えるのが正しいか分からんけど、まあやっぱりサッカー見ててサッカー好きやし、俺はサッカー見るのも好きやし、
するのも好きやから、うん、その思いが結構強くなったな、うん、逆に、うん、めちゃくちゃわかるなそれ、うん、そう。でもなんかそれはさ、別にそのサッカーやりたいみたいな思いをさ、何やろ、殺さずにやっていいかなって俺は思ってて、だって絶対そのサッカーさ、俺の中でサッカーやりたいっていう思いがゼロになることは絶対ないやん。やし、多分増えていく一方やと思うから、なんかそこは、なんやろ、もう割り切って、それをエネルギーに選手たちに、お前、俺の分マジやってくれぐらいの感じで、の方が、多分なんか選手にも向くかなって俺は思った。うん、いや、そうやね。俺もプレッシャーかけ続けようかな思って。ビジョンでさ、うん、俺が原動力とかあったやん、うんうん、それこそそういうのになるんちゃうかなってすごい思うから、全然、うん、自分がサッカーしたい気持ちはどんどん出していいんちゃうかな。まあどんどんはおかしいけど、選手に分かってもらうのもすごい大事やと思う。これは、うん、だからそれでこう圧かけていこうかなと思って、うん、そうそうそういいね、確かに。ユウトとかどうやってみて、どうやな、変化としてはまあいろんな人との距離が縮まったかなって思ってて、うんうん、まあいろんな人とコミュニケーション取るようになったし、先輩後輩であったり、まあ今まで喋らん、あんまり関わらんかった同期とかでも、うんうん、まあよく喋りかけるようにはなったし、まああとは大人スタッフとか、うん、積極的に自分から分からんことあって聞いたりとかは、まあ、選手の時はなかなかなかったから、うーん、そうやね、いろんな人と距離が縮まったっていうのと、まあ、うーん、なんか常になんか考えるようにはなったかな。お、なんか、まあ、寝る前とか、うん、明日予定合ってるよなとか先週の時とか、ね、分かる、最悪スパイク持ってきゃいいみたいな。うん、ネガとスパイク持ってきゃなんとかなるみたいな。うん、でもまあコンダクターになってからは、うわ、明日ミーティング何時からやったよなとか、うん、明日までになんかせなあかんよなっていうのをもう考えるようにはなったかな。これは。めっちゃわかる、うん。だから俺も朝起きて、その日練習あったらもうとりあえず今日の練習に必要なこと、あとやるべきことみたいなのも全部紙にバーって書いて、こう頭に整理した上で練習行く。ああ、なるほどね。うん。いいね、それ。いや、これはめっちゃわかる。あるあるやな。間違いない。確かに。どう、ヒロとかは。これやってみて、やっぱやりがいと新しい発見と、うん、あと声かけの難しさって、この3つあるなってすごい思って。まあ、やりがいっていうのは、まあその練習のサポートとかいう、ね、表面的な、そう見えてる部分、その事務的な連絡であったり、こう、コンダクターやってさ、もうグループめちゃくちゃ増えてる。やばい。つらいのな。やばい。グループな。どれが誰か分からん、グループ多すぎて何が何か分からん状態で、でそこでいろんなグループにそのいろんな事務的な連絡とか入れたりとか、あとこの間もあったけど他の係とのズームで連携取ったりとか、コンダクターとフィジカル係でこの間やった、まあ、そうやって今までやった選手やったらやってなかったこととかを、まあ、難しさとかを感じるけど、大変さとかでもまあそれ以上にチームのためにやれてるなっていう実感はすごい、今までやったら感じれてなかった分すごい感じれてるし、そこはあるかな。でまあ新しい発見って部分では、まあ、今まで関わることなかったカテゴリーの先輩とか後輩とか、あと大人スタッフにしろ、関わったことない人やからこそ、こうなんか自分の中でこんな人かなみたいなイメージあったけど、まあ実際関わってみたら、あ、全然こんな人やったんやっていう新しい発見あって、そこはすごい自分的に面白い点やなと。で、最後の声かけの難しさっていうのは、まあ、この、さっきも言ったけど、ガイドラインに則って、こう、走りとか、フィジカル的に追い込む練習が多い中で、なんか、その選手がめっちゃ走って辛い中で、どんな声かけてあげたらいいんかなって最近ずっと思ってるし、
だからとりあえず今はまあプラスの声かけて、ひたすらに自分が一番しんどくないわけやから一番声出して、一番声出してやろうかなっていうのはずっと雰囲気盛り上げれるように考えてやってるけど、実際どんな声かけが正しいかもよ分からんから、そこはずっと難しいなって思いながら最近は過ごしてるかな。声かけな。わかるわ。俺もめっちゃなる。マジで難しいな。難しい。言うこと途中から頑張れしかなくて。間違えた。同じことループしてずっと言うと。同じしんどい思いしてないのに言っていいんかっていう、なんか葛藤がな、あるよな。そう。それをその選手たちは絶対、あ、言ってくれてるって思ってるはずなんやけど、こっちからしたら難しいんよな。どんぐらい言っていいんか。まあ、これは見つけていかなあかんな。はい、もう声かけに関してはもう試行錯誤しかないな。うん、もう試して試してやっていくしかないな、これはマジで。厳しいこと言うもな、そのどんぐらい言ったらいいんかとか。距離感とか分からんし、厳しいこと言わなあかんっていうのは分かってるけど、自分がそれを言っていいのかってすごい思うし、うん、やってない自分が、うん、そこは悩みかな、ずっと最近やってて。そんな感じで、一つさ、うん、一つみんなに聞きたいんやけど、うん、その新しくなんかコンダクターになって始めたこととかある？円滑にコンダクター業作業を進める上でとか、自分のなんかとか。スケジュール帳買いました、大事やな。そうやな。もう今までは携帯のアプリにスケジュール帳入れていたけど、まうごくんは半年に1回ぐらい最近はわすちゃんと書くんだ。分からんよな。分からん、忘れる。うん、間違いない。そうやな、絶対分かってない。他は？そうやな、俺は、うん、人とは、まあ、反対かもしれんくて、もう全部携帯で管理してるから、うん、まあ、さっきあのメモしてるって言ったけど、まあ、あれは本当プラスアルファぐらいの感覚で、うん、それ以外の日程であったりとか、LINE の共有事項とか、もう、あとメンバー分けとかはもう全部携帯で管理して、あのメモアプリあるやん。うん、あれをめっちゃ使ってるかな。ああ、そっちか。そう。俺も使う、ね。俺も言わきと言ったよな。うん。俺も全部携帯でメモ作るな。メモのアプリ使って。そう。なるほどな。あと最近、なんか、コンダクターになったからとかじゃないけど、うん、今年からずっと日記つけてて毎日。おぉ。何をしたかとか感じたこととかを書いてるんやけど、まあでもちょっと一時期サボっちゃって、まあ、コンダクターでも練習始まってから、ほんま、その時に感覚って、あの世話には内容の濃いものを作ってると自負しております。いや、俺も同じくなんよね。コンダクターなって、まあ俺は練習あった日だけやな、コンダクターその日の練習の振り返りだけ日記つけるようにしてて、うん、最近やと何やったかな、練習メニューとその日感じたことをぐらいは書くようにしてるな、ちょっと。うん。やっぱ練習メニューとかさ。これもやってます、日記、スケジュール帳の中で。うん、これでやってますね、毎日。なるほどな。どう生きるかわからんけどな。とりあえずつけてる。うん。って感じ。やな。じゃあ。こんな感じで第2弾は終わります、はい。引き続き第3弾もあるので、ぜひ見てください。あと、高評価とチャンネル登録、お願いします。じゃあ、バイバイ。バイバイ。バイバイ。